あの私はですね、今まだ本院において、そしてこの立法府全体において、審議の大前提が整っていると思っておりません。で、えー、電子決済文書について、ちょっと順番変えて聞きますが、農水大臣、この電子決済、えー、導入率、まあ、約80%、農水省はあるんですが、電子決済そのものが財務省によって今回、書き換えられていたんです。で えと文書管理規則には監査をするということも書いてありますので、あのその監査をするお考えはないですか斉藤農水大臣。現在はですねあの、えー、農水省の行政文書管理規則に基づきまして、えー、決裁文書を適切に作成、整理しているかなど、 行政文書の管理の状況については、電子決済文書も含めたですね、えー、行政文書の監査をあの実施をしているところでえあります。えー、その監査を今後とも厳正に行っていきたいというふうに考えております委員長森君資料1ページご覧ください、これは昨日総務省からあの教えていただいて、まあ、書いていただいたものをうちの方でこういう文書にいたしました。これ、電子決済、書き換えられました、財務省の。でこの本当は あの改ざんのための機能じゃないんですよ、保存されている電子決済文書を修正するには、これ、限られた人しかアクセスできません、その職員の決められた ID があります、皆さんもそこぶら下げてますけど、ID があるんですよね、そして定期的に変わるこの保存文書ファイルへのパスワードを入れます、そうすると本人、そのアクセス可能な役職、官房長とか。 あその補佐とか、そういう方たちの役職が認証される、そして保存文書のファイルに到達できる、そしてそれを修正する、その機能を使って、今回、財務省があその修正じゃなくて、改ざんを行った、まあ、しかしこれは履歴が残るんですよ、だから大臣ね、あの監査してくださいって言ったのは、えー、とこれ、自動的にそ,のそういう修正履歴があるかどうかをチェックする機能はこのシステムにはないんですが、 もう監査する立場の役職が、あの文書管理規則に基づいても、納水省でも決まってますから、改めて修正された形跡はないのか、履歴をチェックすべきじゃないかということをさっき申し上げたんですよ。で、財務省、財務省の電子決済保存文書を正修正できるのはどの役職ですか富山理財局次長。 お答えをいたしますあの今、委員のご指摘は、あえー、特例承認の電子決済の関係だと思います。でその上で、えー、まず一元的な文書管理システムにおきましては、 決裁案件ごごととに閲覧者が設定されるところでございますで本省の本決裁については、担当課、この場合は理財局、国有財産、業務課の職員がまず閲覧できる形となっております。で一方で、システムにアクセスをして、決裁を経た文書を事後的に編集することが可能となっている職員につきましては、基安部局の課室長である文書管理者、およびその部下である文書管理担当者権限を設定された職員が該当するものと承知しております。 森裕子君ああ統括文書管理者は、ああ官房長、そして副官房長っていったらいいのかな、になってると思いますよ、これ、えー、財務省の文書管理規則によればですけどね、えー、だから今おっしゃっただけじゃなく、まあ、官房長にも、えー、アクセス権限あるんじゃないんですか、そしてその下の方にもあるんじゃないんですか、その理財局だけの人たちの話じゃないんじゃないんですか。富山理財局次長 お答えをいたします、えー、本決裁文書につきましては、あ,あくまでも文書管理者というのは過失昇級でありますので、えー、今回は理財局国有財産業務課でございます、えー、そこが文書管理者、で加えまして、先ほど申し上げました、その部下であります文書管理担当者権限を設定された職員がアクセスをし、事後的な編集することはまあ可能となる職員ということであります。 森優子君この決裁文書が改ざんされたのは4 4月、昨年の4月4日というふうに答弁をしてるんですけれども、あの見せていただけませんか、画面、あのお邪魔すればですね、えーとえー、もちろんアクセスするその、えー、パスワードを入れたり、えー、それから皆さんの ID を入れるところは見ませんよ、いつまでたっても報告書出てこないですから、あのえー、お邪魔させてください、そして、えー、アクセスした状態で、 その4月4日に改ざんされたという履歴、その文書そのものが出てきますから、保存ファイルに到達して、そこの画面から見せていただきたい、そうしないとですね、いつまでもあっても、結果出てきませんので、調査、見せてください、見せていただければ一発で分かりますから、本当に4月4日に改ざんされたのかということも含めて、簡単ですよ、そしてその場で、あきと、谷さえ子と、検索ワードを入れていただければ、 我々が知りたいこと出てくるんですよお邪魔させていただけませんか次長富山理財局次長お答えをいたします 本決裁文書は、あの先般14件の書き換えの事案を報告したところでございますが、その中で唯一、本省決裁の電子決裁のものということでございます。で、その上で、今週月曜日でございますけれども、参議院の予算委員会の理事会におきまして、本、本省の特例決裁の決裁を。 まあ一冊の形でで提出をしご報告をしし報告ていいるところでございますで一方で、今、委員の方から、えー、あの当初にというお話でございますが、この決裁のどういった書き換えの経緯かということ、あるいは残りの13の決裁文書の書き換えについての経緯等について、現在、人事当局で調査をしているところでございますので、その結果をまたきちっとご報告をさせていただきたいと思っております。 森の,のパソコンの画面見せていただくだけでいいので、もうあの3、4分で済みますからあの、お邪魔させてください、お邪魔させていただきます、で、皆さん、あのう、まあ、うちの事務所にある方が届けてくださったんですけれども、この間の自民党大会で配られた、書いて消せるマグネットシートです、もう悪い冗談じゃないですかね、これね、書いて消せる、権力者のために。 公文書が書がいて消せるんですか同じ問題、加計学園問題でもあるんですよ。内閣官房来てますか訪問者管理に使う電子システムはないんですか原内閣審議官。お答え申し上げます。まずあの、3月22日の党委員会でいただいたご質問について、 事実関係を正確に把握できておらず、まずお詫び申し上げたいと存じます。はい、その上で、委員のご指摘を踏まえまして、訪問予約の流れについて、正確に事実関係を確認いたしました。基本的な取り扱いでありますが、総理大臣官邸に入廷するための通行証の対応に当たっては、訪問先への予約を求めており、1日当たり300名から400名程度の入廷者がいる中で、これに滞りなく対応するため、まず、訪問予約者が所定の様式に沿った、 ファックスを官邸の訪問先に送信し、これをそのまま訪問窓口に担当に回復することが基本になってございます。このほか、訪問までの時間的余裕が少ない等の場合において、電話等で連絡が入ることがあり、官邸の職員が必要な情報を聞き取った上で、電子媒体で処理を行っているようなケースもあると、こういうことでございます森裕子君。 いやこの、ね、書いて消せるマグネットシート以上に受けるんですけど、今の答弁、で次の、えーっとですね、今、配布さ,れさせていただいた3ページ目、ご覧ください、これはこの間から私が比較対象をするために参議院のこの、えー、っと参議院会館、えー、これの管理はどのように行われているかということで、これはたまたま去年ですね。 あの必要があって、頼まれて取った面会申込書なんですけれども、こういう面会申込書、1日にまあ 300, 300件です、参議院会館も、多いときで1600枚ほどあるそうです。で、電子データに記録してます、それと同時にこの紙のデータも3年間保存して、 個人情報の保護のために、要介して処分をするということです。はい内閣官房、電子データに打ち込まないで、どうやってね、いろいろあるわけでしょ、えー、今井秘書官のところに行く人もいればですよ、えー、総理夫人好きの秘書官のところに行く人もいれば、そういうの、どうやって管理するんですか、紙だけで。 さっきの説明、全く説明になってませんけれども、まあ、電子データに打ち込んでると、えー、議員会館ももちろんそうです、打ち込んでますよ、当たり前じゃないですか、今どき、打ち込まないでどうやって管理するんですか、ノートに書くんですか、この日の日程にはこの人の予定が入ってるので、急に変更があったのでこうしようとか、もう崩壊してるんですよ、説明が。 この訪問者を管理するシステムというか、電子的に管理してますね、イエスかノーかでお答えください。原内閣審議官お答え申し上げますえ。先ほど申し上げましたとおりえ、訪問までの時間的余裕が少ない等の場合においてはあ、電子媒体で処理を行っているケースもあるものと承知してございます。そののの上で委員のご指摘の点については 官邸のセキュリティに関わることから、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。止めてください 原内閣審議官お答え申し上げます、えー、先ほどの紙のファックスの訪問予約については、電子媒体には起こしてございません、それから、えー、さらに復元して申し上げますと、官邸の訪問予約については、紙にある処理、あるいは電子媒体による処理かを問わず、使用目的終了後には、地帯なく廃棄する取り扱いとなってございます森裕子君。 まあ、か肝心の質問には答えませんね。これでいいんですか、皆さん。書いて消せるんですか、都合の悪い権力者にとって都合の悪い情報は、書いて消してるんですか ?2 年前の、もう2年前じゃないけど、もう3年前になっちゃうのか、4月2日、官邸に誰が訪問したか、なんで回答しないんですか。 なんで教えてくれないんですかこの重要な情報ことここに至ってもそういう答弁続けるわけですか内閣府も同じですよどうなってるんですか答弁してください原内閣審議官お答え申し上げます、えー、繰り返しで恐縮でございますけれども官邸の訪問予約につきましては 紙による処理か、電子媒体によるか処理かを問わず、使用目的終了後、事えなく廃棄する取り扱いとなってございますちょっとこれ、ひどくないですか、この答弁森裕子君。もう、えー、議会制民主主義の根幹が崩れていて、もう皆さんが出してくる資料、何も信じられないような状態が、今もまだ続いていて、財務省は公文書を改ざんする。 そのせいで犠牲者が出る、そういう段階になっても、その答弁なんですね、内閣府、最後に聞きますけど、えー、6月5日あ、資料つけました、これね、おなじみの資料でも毎回コピーして皆さんにお配りするのも心苦しいんですけれども、この第1回の国家戦略特区ワーキンググループ、今治市に対するヒアリングで、 重要な部分が議事録に掲載していないんですよ、加計学園の幹部3名が出席しています、そして、事業実施予定者でしか答えられない教員の確保、数字も含めて、そのお話をしているんです、それは関係者が、ここに出席した委員などが、もうあの公に話してるんですよね。 いくつかのマスコミに対しても回答してますもうみんなが分かっているなぜ削除しちゃったんですか内閣府原失礼しました村上地方創生推進事務局審議官お答え申し上げます6月5日のワーキンググループにおける教員確保の説明につきましては私が以前12月5日の内閣委員会の場で 今治市が資料とその資料の説明を通じて説明をしていると答弁をいたしましたが、えー、当日は提案者からはあ、教員確保の数字について記載のある資料を用いて提案全体の説明を受ける中で、内閣府も教員確保の数字について認識を持ったという事実関係をご説明しているものでございます。あのしかしながら、私が今治市が説明をしている、もしくは今治市から提案者としてのご説明を伺っていると答弁したのは、提案者から資料で説明を受けたという言い間違いでございまして。 これにつきましては、12月7日の連合審査会でお詫びの答弁を申し上げたところでございます。加、えー、計学園につきましては、説明補助者でございまして、説明補助者による発言は公式な発言ではなく、議事用紙には記載をしていないいなところでございます、はい、も申し合わせの時間がまいりましたので、質疑をお求めください、はい、森裕、まあ、まさしく書いて消せるなんでですすよよ本当にね冗談じゃないですよで今虚偽答弁ですよ。 だから関係者が、委員がそう言ってるじゃないですか、加計学園の幹部が出席してるのを皆さん認めてる、そしてこの教員確保について、委員が質問し、それをこの場で答えてるんですよ、本当はここに載ってなきゃいけないんですよ、だけど今、勘違いだったと、そういう説明はなかったと言いましたよね、我々に指摘されて、訂正したんですよねい去年の答弁は訂正したんですよね。 それ完全に虚偽答弁ですから、いつまでそれやるんですか、もうすぐ開学ですよ、加計学園、4月1日から。開学したってずっとやりますよ、本当のことが分かるまで。こんなね、おかしなことを許しちゃだめなんですよ、行政をねじ曲げた、権力者の意向に沿って。いままということを申し上げて、質問は終わります。